川原義郎6月17日隊は、日本の政治家。元徳島県東三好町長。徳島県三間郡三小村で生まれる。大阪工業大学工学部建築学科卒業。大学卒業後は、大阪の建設会社に就職。その後、父が高井市実家の建設業の経営を引き継いだ。1995年に、旧三鴨町教育長に就任。 1999年には、旧三鴨町長に就任。2006年3月1日に、三吉町、三鴨町が合併して、東三吉町が誕生。同年4月に行われた町長選挙に無投票で、初当選した。現在、3期目。これまでに、徳島県町村会会長、徳島県地産林道協会副会長、三吉広域連合長、 暴力追放参考連合会会長などを歴任。読売年間2016年版 P622 徳島県町村会長徳島県東見吉町長川原義郎全国町村会2016年12月23日閲覧県町村会長に就任した川原義郎さん徳島新聞2016年12月23日閲覧 東三好町長選川原市が参戦。徳島新聞。http://www.topics.or.jp/.election/.2014/.04/.13974374085806.html2017 年7月発。使え閲覧、ありがとうございます。